レオン・ルテリエは、フランスの農民、元漁師で、ジュール・ラニオーの弟子。ラニオーの有名な、神についての講義は、ルテリエが、ラニオーの講義を記録し、神の存在について、と題したノートによって初めて世に知られることになった。死後、仲間たちの協力でルテリエの移行集が出版された。レオン・ラテリアーイラストレオン・ルテリエは1859年、 フランスのノルマンディ北西部産マロドラランドの小さな村セルビニーで農夫の子として生まれた少年時代から農作業中に亡くなった父の代わりに農夫として働いた16歳の時ルテリエは違う世界に憧れタラ漁が盛んだったグランビルに行って漁師見習いとなりニューファンドランド島沖の船で過酷な労働に就くついで沿用航路線の水夫となって 世界中を回る夢を叶えた。サンピエール島では偉大な水先案内人に会い、アフリカでは共に働く黒人に同胞の感情を抱き、後年、すべての人間は一つだと檻に触れ繰り返すようになった。19歳で陸に上がると村に戻ったルテリエは、村の行政区で歩くタンスのリセで監督員をしながら、年齢は過ぎていたが生徒として授業を受けた。卒業資格を取得した後は、 他の高校で教師の補助員をしながら、哲学の学位取得の準備を始める。1887から88年頃、もう30歳近くになっていたルテリエは、パリに上京し、リセバン部の高等師範学校受験準備クラスで、哲学教師、ジュール・ラニオの生徒となった。同様に、ラニオの生徒だったアランより一回り近く、年上だったが、アランのすぐ後の学年で、 ラニオの授業を受けた。ここでルテリエが取ったラニオの講義のノートが後に哲学の歴史に残ることになった。リセ卒業後のルテリエはパリに居住を定める。1891年ラニオが教え子のポール・デジャルダンと共に倫理的行動同盟を設立すると直ちに参加し同年齢のデジャルダンと信仰を結ぶ。シラニオはほどなく デジャルダンとの意見の違いから同盟を離脱したが、協調するようで死に押し付けることはせず、ルテリエはデジャルダンに協力を続けた。クリップパリ1894年4月、生涯の死と仰いだラニョーは43歳で死去した。ラニョーの死から4ヶ月後の8月23日に結婚したルテリエは、夫婦揃ってパリで若い学生を支援する活動に従事した。 同年から翌年の間に、ルテリエは、倫理的行動同盟が発行した冊子に、旧友 J パコーのメモをもとに42ページに及ぶし、ラニョーの伝記を書いた。ルテリエは、その武骨さにもかかわらず、パリに住む名簿家のほとんどと友好関係を結び、資金集めのため社交会、サロンにも出入りした。世紀末のパリで、ルテリエ夫婦の支援で学業に進んだ生徒や、 支援活動で地遇を得た人々の中からで死が生まれた。1905年には友人ポール・デジャルダンが出した著作に匿名で序文を書き、漁師時代の話を回想している。パリ在住時には活動で知り合った裕福な一族の若者、あるいはルテリエを魂の最良の意志と感じ彼に救済を求めた近親者に預けられた問題児など広範囲の人々に彼は、 影響を与えた。1910年、健康を害したルテリエは、故郷ノルマンディの生まれた村に近いラ・マルティニエールで土地を手に入れ、妻と共に故郷へ戻る。ノルマンディでは、農夫、家畜飼育者として暮らした。ルテリエはその人格によってこの土地でも、辛抱を得た。ある時、待遇への不満から水夫たちが暴力に訴える行動に走った時も、ルテリエがいて、 彼らと話し合うと彼らの月光が静まったという。モルヒネ中毒に陥った有力者の子息をとともに、炭鉱労働することで彼を麻薬依存から脱却させた。パリでルテリーエ夫妻が救援した生徒たちも、よく牧場を訪れ数日を過ごした。1917年、第一次大戦に志願して、不評体に入隊した息子ジャンが戦死する。 1923年から24年頃、アランを筆頭に、ラニオの弟子たちが、ラニオの業績を発刊する計画を知ったルテリエは、カバンにいっぱい書類を詰めて、パリに上京するとアランの家に行き、ラニオの講義を取ったノートをポケットから出してみせた。この時のことを、アランは、ある記念すべき訪問と書き、次のように語っている。頑丈な体格で、 馬のごとき頭を下僕とつなる五人が説得を訪ねて来られたのである。彼は書類の一杯詰まったカバンを携えてきたが、その中から自分の作成した講義録を取り出したのを見て、私は自分が作れなかったために大いに恥じた。そして最後に神の存在についてと題した貴重なノートが出てきたので、あるアラン、ラヨの思い出。60ページアランはその場でルテリエに、 神の人という名を献上したという。ルテリエはラニョーが講義で語る言葉に、世界をまたにかけて探し回っても見つからなかったもの、自分の運命についての最後の言葉を見出したのだ、とアランは感受し、その、崇高なる、ページを読ませてもらったと書いている。共に、共通の死を深く尊敬する二人の間にはすぐに、友情が芽生えた。ノートはそのまま印刷され1925年に、 出版された。レオン・ルテリエは、ノートが交換された次の年の1926年3月、故郷で不きの人となった。レオン・ルテリエが死去した数ヶ月後、ルテリエの罰し、ピエール・ルテリエは、パリでアランの生徒となった。同級生に、シモーヌ・ベイユがいて、ピエールは、彼女と着替え、ピエールの仲間3人組とベイユはカフェが店じまいになるまで議論を交わして、 友情を深めた。1927年夏、シモーヌ・ベイユは、ノルマンディ、サンマロドラランドに旅してコレオン・ルテリエ農場の近くの村に滞在し、ルテリエの農場に通って、未亡人のルテリエ夫人に代わって、ルテリエの遺構の一部を筆写した。そのようにして、出版社に送られた原稿が、レオン・ルテリエの遺構集、レオン・ルテリエ男性及び階層として、 ユニオン社から刊行されたのである。ありがとうございます。